エブリデイ・マジックは物語の類型の一つで日常に不思議が混じる形態の話。通常はファンタジーのジャンルの一つであるローファンタジーに分類される。ただしその汎用性の高さからそもそもファンタジーの一部に含まれるかどうかについて議論のある分類である。なお、この言葉は日用品を使ったマジックという意味で使われることもある。 砂の妖精などで知られるイーディスネズビットがエブリデイマジックというジャンルを確立させた元祖とされる。用語として成立したのは早くても1970年代末期、おそらくは1980年代中盤以降と推測される。2008年の時点で英語圏でも用語としてもジャンル分けとしても認知度が高い言葉ではなく定着している単語とは言い難い。 日本でも事情は同様である。しかし近年では徐々に認知度が高まりつつはあるようである。作品傾向としては低年齢向けの内容のものが多い。日本では藤子不二雄の漫画作品が代表例である。ただし藤子不二雄作品は、系譜としてはファンタジーではなく SF 系のショートショートや伝統的な落語からの流れを組んでおり、また、 作品の相当部分が用語としての成立以前に執筆された作品であるため、エブリデイ・マジックへの分類はあくまでも後付けである。日本においては、このジャンルに分類するのに適当な作品は多かったものの、逆にそれを示す言葉自体が存在せず、それぞれの作品が適当な呼び方をされてきた権威がある。ジャンル名としては、いわゆる日常もの。 日常系として内包されることも多い。具体的には、ごく普通の日常世界を舞台とし、異世界から現れた人物などが不思議な現象を起こす、ものや、普通の人間と妖精、小人、魔女、宇宙人、動物などが共存する社会を描くものなどがある。また、ファンタジー以外のジャンル、例えば SF や落語を含む、コメディ、 古典的な民話や説話などにもエブリデイマジックの要素を持つものは多い。そのためエブリデイマジックとして分類が可能であってもそもそもファンタジーの枠内に収まらない作品も多数存在する。日本ではエブリデイマジックというジャンルが認知されていなかった頃から魔法もしくはそれに類する超能力を駆使する少女が活躍する少女向けのエブリデイマジック作品が 魔法少女ものとして独自の発展を遂げてきた。一大ジャンルを形成する、この分野からは異性物や妖精が同様の超能力を使う少女向けの作品や少年向けの魔法物などの派生作品が生まれた。日本の小説、漫画、アニメなどにおいては青年向けなどの高年齢層をターゲットとした作品でもエブリデイマジックの要素を持つものがあり、 典型的なパターンとして、異世界から来た美少女が日常世界に暮らす人間と同居して、騒動を起こすというものがあり、これは落ち物とも称される。作品の主題によっては、イルイコンインタンと一部共通する性質を持つことも、ある。ありがとうございます。